大細イイコ湯は、召喚論、近畿要略に記載されている、漢方薬の処方でサイコを、取材料とする、実証に処方される。サイ古、黄金、芍薬、体操、半夏生姜、殻立ち実る、大王以上の薬味を、半量になるまで煎じ、かすを越した後さらに半分になるまで煮詰める。サイ古、キーマ、芍薬、体操、半夏生姜、近日の七、 味からなるのが、召喚論の大最古湯。これに大王を加えた八味が、近畿王略の大最古湯。召喚論の別伝本である、近畿玉箱業の大最古湯も、大王が加わった八味である。弁通の状態により、大王を抜いた七味でも応用され、これを大最古湯殺大王と呼んで区別する。大王はその射下作用から攻撃的薬物とされ、大王を含むか否かが、 大細固有の何も関わる大きな違いである。そのため、1065年に初めて召喚論を皇帝、出版した林蔵は、もし大王が加わらねば、おそらく大細固有たらずという注釈を召喚論に記した。詳細固有の証の症状がさらに激しいとき、あるいは詳細固有が効果がない場合、熱病が長引き、 熱が上がったり下がったりし、便秘気味の場合に用いる。体力が充実し、脇腹から溝落ちあたりにかけて苦しさがあり、便秘傾向がある患者で、胃炎上周便秘、高血圧や肥満に伴う頭痛や肩こり及び、便秘、神経症、肥満症などに有効。肝炎、胆石胃腸疾患、便秘、高血圧、高脂血症、気管支喘息腰痛。 ジンマシン。上腹部が張って、苦しい、肩こり、めまい、耳鳴り、広く胸部圧痛などの症状に特に有効とされる。重篤な副作用は、間質性肺炎、薬物性肝障害。軽微な副作用は、食欲不振、下痢、腹痛。ありがとうございます。